里崎チャンネル。じゃっ。こんにちは。何やらざわざわさせようと。ちょっとね、まだ世間を、はい、この9月に入ってやっぱざわつかせていかないと。はい。里崎チャンネルじゃないし、やっぱね、もうそろそろこの話題もいいかなっていうね。はい。ちらほら出てるんで。はい。今年の FA 選手の動向。おお。そっか、今年も。あれ FA どうなるんだって最初シーズン始まる前はちょっと思ってましたけど、なったんですけど、まあいろいろ競技の結果多分その変わって、はい、それに見合うと1年として認められるようになると思うんですけど、まあその中で、はい、まあ、とりあえずは今年 FA を取る選手の注目選手でどういう動向があるかっていうところでね、はい、注目していこうと、はい、まあ今年ね、このままいけば FA 権取得するだろうっていうところで、はい、大目玉山田哲人。そうですね、ヤクルト。うーん、どうやるな。いやー、どうでしょうね。いやでもこれ FA 取ったら金額すごいんじゃないですか。やっぱだから2019年オフに契約更改で推定5億円、はい、で単年契約結んでます、うん、はい、はい、単年なんですよね、はい、あ、うん、だからまずね、一番最初に多くの皆さんが理解しておかなきゃいけないのは、はい、FA 権を取ることが分かっている選手には、はい、基本その前年に複数年契約の打診がかなりの高い確率であります、うん、で要はもし今2020年と2021年に FA 権を取りますと、うん、そうなったら2020年のオフに、はい、佐藤3年契約でどうやみたいな、うん、4年契約でどうやみたいな、はい、っていう複数年契約を持ちかけられるパターンっていうのが多いです、うん、はい、それによって球団側は来季習得する FA 権を行使されなくて済む、うん、要はチームに残留という形にするために1年前から複数年契約の提示をして選手を抱え込むっていう打診があるはずです、うん、はい、もしくはない場合は球団がもう FA やむなしと思ってる可能性もあるし、選手側がFA で出るから複数年いらないって言ってるパターンもあるし、複数年にしたらまあいわば来年活躍しても給料が上がらないんで、あのわざと単年契約にして成績上げて自チームと外の球団の交渉で天秤にかけてより自分の給料を高騰させるパターンっていうのもあります。残留するけども年俸を上げさせるっていうパターンもあります。でそれによって来年複数年大型っていう、はい、1年遅く複数年型っていうのもあるんですよ、うん、自分の自信によっては、はい、だどれが多いかっていうと、でも基本的に多いのはチームから打診、はい、もしくは本人が FA する気があるから断る、はい、このパターンが多いと思いますね、はい、基本は、まあ、ということはですよ、この山田哲人選手は単年契約になってるわけですよね、はいはい、きっと、もしヤクルトは去年の段階で複数年を打診してる可能性がものすごく高いと、うんうんうん、でもそれをしてないってことは出る可能性は、うん、あるっすね、十分ありますね。最近の情報で言うと、はい、手を挙げるのは楽天、うん、ソフトバンク、うん、巨人っていう噂があります。おまあね、ヤクルトがね来たらちょっとどういうことしたの、まあはい、楽天はね、うん、石井和寿さんが GM だし、はい、うん、で監督が三木監督で、はい、伊藤智人さんとか、うん、まあ、そのヤクルトのメンバーも多いし ね、 ね、山田哲人としては、うん、まあ、行きやすい環境ではありますね。まあそうですね、うん、でまあお金もあると、はい、でセカンドはね、うん、浅村も今 DH とかも多いしね、はい、ひょっとしたら山田哲人セカンドで、うん、DH 浅村固定、はい、もしくは浅村がファーストで鈴木大地サードとか、うん、っていうオプションもあるし、まあでもちょっと茂木選手と小深田選手っていうのが今固まってはいるので、まあまあそうは熱くなりますね。そうですね、はい、そうだけに、うん、はい、そうですね。もしくは、はいはい、まあフォークス、うん、ちょっとねセカンドがなかなか、はい、本田以降固まらないんでね、うん、そこにっていうところもあるし、はい、ジャイアンツもね、うん、セカンドがまあ今だって吉川とか、はい、いろんな選手が出てますけど、うん、そこにねっていうところもあるんで、はい、そうなると今5億円ですか、はい、まあ噂ですけど、はい、10とかいっちゃうんじゃないのっていう。10の5年、10の5年、え、うん、10の5年って10億を5年間ですか。そう、はぁ、あるんちゃうかっていう噂です。すご
いですね。今5段でね、はい、でまあ出来高も入れて、うん、まあ7-8の年俸は7-8の出来高が2-3ぐらいの、総額10億ぐらいの、はい、5年ぐらい、うん、4年から5年あるんちゃうかっていう噂です。すごいな、プロ野球ドリームだな、すごいな、可能性がある、はい、まあね、どうなるのか、でも可能性は、ここはどうなるか、残、まあ、もちろん残留もあるしね、まあ、残留、宣言残留って形にして、うん、ヤクルトだから宣言しないで残留っていうの、あ、まあ、それでも上がるのか、だから、まあ、残留するんで上げてくださいって、いや、もう多分ヤクルトが一番最初に提示があるんで、はい、そこそこ残留してくれるんであればこれぐらい出すよっていうのがね、はい、あとまあどこまで、あとはもう球団の懐事情もあるんで、うん、そうですね、うん、まあ、球団によってお金の事情ってもだいぶ違いますよね、全然違うんで、まあ、そこがどうなるかっていうね、うん、ところもありますけど、はい、まあ、かなり、うん、まあ、超目玉ですね、そうですね、はい、まあ、最大の目玉でしょうね、あとですね、はい、次に中日の大野投手、はい、あ、大野投手も、はい、あの昨年オフに契約更改で1年契約を結んでおり、はい、AFA 行使の可能性が高いんじゃないのかっていう情報があります。昨年防御率のタイトルを取って、うん、今年も素晴らしい活躍、うん、はい、FA かな、しちゃうのかな、しちゃうのかな、争奪戦だよ、だってこんな安定したピッチャーどこも欲しいですよ、去年もよくて、今年ね、前半ちょっと勝ち星上げれなかったですけど、はい、あのそれは援護がなかったんですよ、はい、抑えてるけど点取ってくれないっていうところで勝ちもしなかっただけで、うん、はい、点取ってくれるようになってからはもうね、勝ちがついてからあとはまあ本人もね、はい、もう完封しちゃったりなんかしながら、うん、でもうわー、そこだっせ、1億3000万プラス出来高、はい、あ、最低2だね、まあ、2はいきますね、うん、はい、年俸が、あとはもう契約年数で勝負だね、あ、そか、だから、うんうん、4年総額10億2億のプラス出来高5000、はい、もしくは3億あるかな、総額でひょっとしたら、はい、まあ、2号から出来高入れて2号から3だね、うん、そうですね、争奪戦になる複数年っていう形で、複数年、うん、まあ4年、3、4年だからまあ10億前後の大型契約かな、うん、そうですね、はー、ほー、いいなー、 FA かな、これどうなんだろうな。ちなみにですね、はい、ヤクルト、はい、小川選手も、ね、FA です、はい、しかも昨年オフ契約更改では単年契約を選んでおり、はい、選ぶということは複数年も提示しながら、うん、単年でって言ってるんですよね、はい、から山本とともにチームを離れる可能性あります、ありますね、しかもノーヒットノーラン、はい、でしかもこの最近、はい、長いイニングも投げて、うん、連敗ストッパーで結果も出してる、はい、うん、手を挙げれば、はい、取る球団あるんじゃないですか、いや、あるでしょう、しかも先発、はい、いや先発みんな欲しいですよ、しかも年俸今年9000万、おらー安い9000万お休みだね、だ提示もしやすいですよね、うん、うん、1号だね、1号ですか、2いかないですか、いかない、1号、1号の複数年とかですか、うんうん、ってことは、まあ、3年5億とか、そうだね、それぐらいかな、うん、1号、まあ、1号の出来高5000つけとこうかな、はい、2で2、だから総額6億円、3年3年6億円ぐらいで、うん、あ、いいですね、いいね、はい、ある、手出しやすいですよ、はい、まあ、高めからいってるからね、はい高めから、はい、あとね、はい、セ・リーグでいうと広島の田中康介、あ、本当だ、はい、FA です、はい、でもここは多分しないでしょ、うーん、残りそうな、ま、感じはしますよね、うん、多分ね、田中康介は出ていかないと思うね、うん、年俸1億5000万ですね今、うんうんうん、あとちなみにね、 DeNA のロペスも FA 権取れます、 あ、そうなんですか、はい、だから多分日本人扱いになるんじゃないですか、あ、バレンティン選手みたいに、そうそうですね、へえ、だそうすると DeNA はもうかなり残れば日本人として扱えるんで枠が広がりますよね、はい、いいですね、まあ、でも今ね、調子も悪くて怪我もあるのかな、2軍に行ったりもしてるんで、はい、まあ、そこどうかなっていうね、うんうんうん、ひょっとしたらひょっとするですね、またそうですね、バレンティンのように FA する可能性もありますね、はい、あとちなみにですね、巨人の小林も複数ね、FA 取る見込み、あ、まあ、でも今2軍にいるんでね、はい、日数的にどうかっていうところはありますけども、でも複数年契約結んでるんちゃうかっていう噂もあるらしくて、そうここはちょっとよく分かんないね、
あの西武の金子選手とソフトバンクの森唯斗投手は、うん、今年取れる年数だったんですけど複数年契約結んでるみたいですね。そうそう、その場合は残留ですからね、うん。まあ、ソフトバンク出る理由ないね。お金もくれて強い。そうですね、うん、あと日本ハム、あとまあセリパリーグで言うと、はい、まあ、日本ハムの西川が FA 取るらしいですけど、うん、でもなんか本人はポスティングで海外移籍を希望してるらしいですよ。あ、そうなんですね。そうなってくると、うん、まあ残留か、はい、まあ、FA して他球団はなさそうですね、うん。パリーグのね、目玉はね、はい、なんて言ってもね、西武の増田、守護神。本当だ。今年はバッチシいい活躍、うん、そうですね、してますし、あの2019年オフの契約更改ではチームから複数年契約を提示されたが、うん、単年契約を選択と。お、もうこれはあ、もう FA しちゃうよっていう。単年自分から選択してるんですか。ってことは、やっぱ FA を、うん、はい、頭の中にあると思うんですよ、はい。でしかも、うん、今年で、ね、いろんな球団で守護神、はい、結構苦しんでるところあるんで、うん、そういったところ で、あとやっぱり西武は FA でどんどん人が出ていってるじゃないですか、はい。でこの時に何が起こるかっていうと、うん、FA いいよっていう情報も回るんですよ。あー、仲間からもともと、いや、いいよ、ここの球団いいよみたいな、うん、ジャイアンツみたいな、ジャイアンツいいよみたいな、はい、楽天いいよみたいな、はい、こっち来たらこんなんだよみたいな、はい、っていうのが、よいしょ、で FA しやすくなるんですよ、してる選手が多いってことは。いや、だから多分今西武の選手が楽天に結構多く集まってきてるのかなっていう気はしますよね、うん。だから増田が FA っていうのも十分流れから言うと考えられるですね、はい。そうですね。あ、でしかも今年状態いいですし、うん、で中継ぎ投手がね、どの球団も結構苦労してるんで、はい、いや、セ・リーグとかでも全然あるんですか、うん。それこそジャイアンツとか、はい、阪神とか、うん、もうあの全然あると思いますし、はい、中日とか。楽天どうですか。浅村選手、岸選手、牧田投手いますよ。もう、あ、楽天ライオンズでしたっけ。やめてください、ラフィーグルスですからっていうところも、だから、はい、あとはね、何気にあのダークホース的なのが、はい、あのロッテの松永です。あー、本当だ。これは今ね、はい、怪我してるわけでもなければ、うん、あの今のままじゃ使いづらいっていうところで2軍に行ってるんで、8月10日に抹消になってますね、うん。いや、ひょっとしたら松永、うん、FA あるかもかんです。そうですね、うん。あれ、FA のランクって何で決まるんでしたっけ。年俸です。年俸か、はあ、あ、でも他にも楽天では島内、唐島、塩見、FA。 そうなんですよ、意外といるんですよ、はあ。しかも唐島、塩見が C ランク、保証なし、はい、はい、といいんじゃない。唐島とか塩見とか、唐島とかいいんじゃない、もう FA した方が。まあ、そうですか。だってあの高梨とかもそうだけど、はい、要はチャンスがなかったら活躍できないじゃん、うん。そ, ね、それだったらチャンスがあって欲しい球団、うん、だってピッチャーね、先発困ってるところ、うん、だ塩見とかもそうだけど、うん、ヤクルトいいんじゃないのって俺はあの一番最初のトレードの動画で言ったけど、はい、ヤクルトとかね、うん、先発。でも2人がいなくなっちゃうとサウスポーが全然いなくなっちゃうんですよ。いるじゃん、湯気が。まあ本当湯気投手ぐらいになっちゃいます。池田、まあ、2軍にはいるんですよね。池田、ジャイアンツが取ってきた。ジャイアンツ取ってきた。ちょっと先発のサウスポーが湯気投手、大野とか行っちゃうんじゃないの。あ、そこ行っちゃうそっちだからね、うん、チャンスがあるんだったら、はい、他の球団行っても、うん、まあ、だってロッテに人的不調って女って一軍にずっといるじゃないですか。そうですね。ロッテ行ったら2軍でしょ、うん。でウィーラーとか高梨もジャイアンツ行って今はもう主力じゃないですか。いやー、だトレードとか FA とか本当にチャンスが広がりますね。そう、しかも C ランクだから保証全くいらないから、うん、あのソフトバンクからロッテに移籍したあの福田、はい、みたいに、うん、いけるわけじゃないですか、うん。だから、いいんじゃないですか。そう考えると、今年ちょっと FA 熱いね、今年。いやー、結構いますね。うん、山田、行くのを手挙げるのかな。まあ、だからこの今言った選手たちは、はい、FA したら絶対行く手余りで取るとかあるんですよ。はい、あります、あります。塩見とか唐島とかでも、うん、絶対あるんですよ。行き先はありますね。やっぱ C ランクで、うん、あのいらなくて、左で、はい、っていうところは需要めちゃくちゃあると思うんですよ、うんうん。で松永にしても、左の中継ぎでって考えた時に、はい、めちゃくちゃ需要あると思うし、うん、まあ、山田とか大野とか小川とかね、今はもう絶対的エースだから、はい、それはもう、まあ、お金次第ですけど、うん、いくらでもいいって言ったら全球団欲しいんですか、はい。いや、めちゃくちゃ動く可能性ありますね。いや、めっちゃ今年はね、うん、ちょっとしかも大物だから、大物が多い、うんうん。だからそう、お金面も含めて、はい。でも球団もね、ちょっとコロナ禍でちょっと売り上げがね、うん、あるから、 そこの苦しさがね、うん、あるから、どこまでのその選手が求める、うん、金額も含めてどこまでできるかが分かんないですけど、
まあ動きそうだね。そうですね、うん、いやちょっとこのメンツ見ただけでワクワクしますね。それはね、楽天だから取りに行くから楽天その目線、その目線取りに行っちゃうよ目線。いや、わかん、私ウィーラージャイアンツにやって1億円も浮いたしなみたいな。いや、ウィーラー今ちょっとウィーラーロスですからねまあでもね、はい、大体でもね、うん、選手は FA 権取得しましたけどどうですか。いや、今あのシーズンに集中してるんで、うん、あの終わってから考えますみたいな、はい、まあ、ほぼ言うんですよ、まあ、言えない。誰がシーズン中ね、はい、あ、取れましたね、FA しますなんて言うやついないじゃないですか。言えないですよ、はい。まあ、大体みんなそうやって言って、はい、まあ、煙に巻くんですけど、うん、まあ、その中でどうなるのか、はい、いやー、大シャッフルあるけど、はい、うん、小川と山田が抜けたらヤクルトは本当にやばいし、大変ですね。あの増田が抜けたら西武、はい、もうきついと思うよ、うん、ピッチャー陣。そうでしょうね。そういったところで、うん、まあ、どういう展開なのか、はい、あとはやっぱ塩見、唐島っていうところの C ランクも結構楽しみかもかですね。そうですね、うん、ドキドキする。随時 FA 情報をお届けします、はい。